ところで、ギュンター少尉、この研究開発所にご用ですか？ここでは、兵器開発を行うことで武器を強化していくことができるんですよ。ライフルやマシンガンだけでなく、戦車も強化していくことができるっすよ。ただ、それ相応の資金が必要っすけど。ライフルなどの銃器類は、開発に成功すると自動的に量産されます。ですので、隊員の人数分用意しなくても、数はいくらでも供給できますよ。戦車の開発は、戦車の車両自体を改造して強化することもできるし、オプションパーツというものを開発して戦車に装備することも可能っす。そうそう、車両整備を行うことでオプションパーツの装備付け替えが可能です。戦いの状況などに合わせて自由に付け替えをしてみてください。完成したっす。完璧っす。できたっす兄貴。完成っす。はい兄貴、できたっすよ。兄貴、はい兄貴、できたっすよ。できたっす兄貴、完成っす。兄貴、できた。できたっす兄貴、完成。兄貴、できたっすよ。どうです、お役に立てたでしょうか？僕たちは日夜研究を続けています。今日できないことも明日には可能かもしれません。だから日を置いてまたいらしてください。兄貴、また来てくださいね。そんでどんどん発注してほしいっす。兄さん、ここにいましたか？探しましたよ。
やあ、イサラ。イサラも義勇軍に配属されたんだね。戦車操縦手兼車両整備士として登録されました。兄さんが指揮をする戦車エーデルワイス号の運転と整備をします。私たちみんな同じ正体になったんだね。よろしくお願いします。ところでイサラは何をやっていたんだい？戦車の整備スペースがこの奥にあるのでラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力、あと怪我をした時の治療薬とかかな。ラグナイトは私たちの生活に関わるいろんなものに使われているからね。それだけにラグナイト資源が争いの種になっているのも事実ですね。ああ、帝国がガリアを侵略に来たのもこの国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。あ、そういえば兄さんに渡したいものがあって持ってきました。これは父さんが使っていた信号銃です。納屋にしまってあったのを持ってきました。父さんの信号銃か。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、ありがとう。私はいつ出撃の声がかかってもいいようにエーデルワイス号の点検をしておきます。じゃあ私たちは行くね。後で会いましょう。早速だが、諸君らに今回の作戦の概要を伝える。先刻、首都近郊の重要拠点であるバーゼル峡が帝国軍の部隊に占拠されたとの報告が入った。バーゼル峡？首都近郊にあるバーゼル市内の運河に架かる巨大な羽根橋だ。バーゼル橋はダンドグリーゼへの街道が通る重要な地点。この橋の奪還が我が中隊の任務である。ここまで驚異的な速さで進行してきた帝国軍だけに、未だ防衛部隊の兵力は十分ではない。我が第三中隊は敵防衛部隊の増援が到着する前にバーゼル橋を奪還する。ふふん、義勇軍ごときでも作戦会議をするのか。バーロットよ、いつまで部屋に閉じこもっているつもりだ。申し訳ありません、すぐに出発します。まあ、所詮は寄せ集めの民兵どもだ。大して戦果は期待できぬがな。橋を防衛していた正規軍があっさり敗れたことも私には戦果として期待外れでしたわ。のいずれにせよ、バーゼル橋は重要な戦略地点、速やかに奪還いたします。せいぜい頑張ることだな。
今の人は？ダモン将軍だ。中部方面軍の総司令官さ。中部方面軍、僕たち義勇軍もそこに編成されていたね。ダモン将軍は貴族出身で階級意識の強い人らしく、民兵の集まる義勇軍を目の敵にしているって話だ。そうだったのか。戦争が始まってみんなが一丸となって戦わなければならない時期に、正規軍とか義勇軍だとかそんなこと言ってる場合じゃないのにな。さて、これより作戦を伝える。バーゼル橋奪還の足がかりを得るために、まず橋西岸の市街地を制圧する。ギュンター少尉、西岸河川敷の敵拠点制圧を第7小隊に任せる。これが初の作戦となるが、心してかかるように。はっ。残る小隊は警戒を厳にし、バーゼル橋奪還作戦まで準備を怠るな。諸君らの活躍に期待しています。以上。それでは本作戦を説明する。では本作戦を開始する。この戦いの勝敗は諸君らの双剣にかかっています。以上。ガリア領に進撃してきた帝国軍を叩くぞ。第七小隊出撃する。次第行動に移る。